アスミル・ベゴビッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナトレビニエ出身のサッカー選手。エバートン FC 所属。ボスニア・ヘルツェゴビナ代表。ポジションはゴールキーパー。アスミール・ベゴビッチと表記されることもある。ボスニア・ヘルツェゴビナで生まれるも、ボスニア紛争から逃れるために、4歳の時に、一家で、ドイツへ難民として渡り、ユースチームに所属しプレーする。そして、10歳の時に、一家で、 カナダのエドモントンへ移住し、地元のユースチームに所属するとともに、カナダユース代表としてプレーする。2003年に、イングランドのポーツマス FC のユースチームのトライアウトを受け合格し、イングランドに渡り、ユースチームに所属しプレー。2005年にトップチーム昇格を果たしたが、それ以降は、GK の層も厚くレンタル移籍が続いた。2008年に、 チームに復帰すると、ディビッド・ジェームスの控えという立場は変わらなかったものの、プレミアリーグデビューを飾った。続く2009から10シーズンは、ポーツマスで9試合に出場したものの、シーズン途中の2010年2月1日にストークシティに移籍。ストークでは、トーマス・精錬戦の控えという位置づけだったが4試合に出場した。2010から11シーズンは、精錬戦が、 南アフリカ W ハイハイ隊の影響を引きずって、コンディション不良に陥ったためレギュラーをダッシュし、28試合に出場した。しかし、2011から12シーズンは、細かいミスが目立つようになり、精錬戦と出番を分け合った。2012から13シーズンは、リーグ全38試合に出場。失点を45点に抑え、リーグワースト2位の得点に止まった。 攻撃不振のチームを守護神として盛り立てた。ピーフ年間ベストイレブンこそ、ダビドデヘアに譲ったが、ボスニア・ヘルツェゴビナ年間最優秀選手を、エディン・ジェコの4連覇を止める形で受賞した。2013年11月2日のサウサンプトン、FC 戦では、試合開始直後に味方からのバックパスを受けて、大きく蹴り出した、ロングフィードが、相手 GK の頭上を越えて、ゴールマウスに吸い込まれ、 得点を挙げた。プレミアでは過去にピーター・シュマイケル、ティム・ハワード、ポール・ロビンソン、ブラッド・フリーデルト・リーグを代表する選手が GK として得点を挙げているが、ベゴビッチの開始13秒での得点は GK としてはプレミア最速記録となった。また、このゴールの距離91.9メートルは世界最長距離得点記録としてギネス世界記録に認定された。 2015年7月13日、アーセナルに移籍したペトルチェフの後釜として、チェルシー FC への移籍が決定した。チェルシーでは、ティボクルトゥアの控えという立場であり、出場機会は少なかった。2017年5月30日、AFC ボーマスに移籍。移籍金は1000万ポンド。2019年9月2日、アゼルバイジャンプレミアリーグのカラバフ FK に、 半年のローン遺跡2020年1月14日、イタリアセリエ A の AC ミランに半年のローン遺跡2020年8月31日、ローン期限により AC ミランからボーンマスに復帰した。2021年7月20日、エバートン FC に1年に延長オプション付きの1年契約で加入。U-20 カナダ代表として2007年に、 カナダで行われた 2007FIFAU-20 ワールドカップに出場。2007年にはアイスランドと対戦したカナダのフル代表に招集されるも出場はしなかった。また、2008年には2010年ワールドカップ予選のジャマイカ戦にも招集されるも未出場であった。本人はカナダ代表としてプレーしていく意思を示していたものの、ボスニアサッカー協会による接触などにより、 最終的には、故郷のボスニアヘルツェゴビナ代表を選択し、物議を醸した。ありがとうございます。